皆さんこんにちは、廣岡花です。 Hello everyone, my name is Sigrid Takahara. OK, next なんか私も変だったわNEXT グッズ紹介始まります。 Yeah, oh yeah. そして次は、はい、そして、うん、ネクストショップ、リサイクルショップですね。トレジャーファクトリー、OK? トレジャーファクトリー、Yes。マクハリ店、マクハリ店、Yeah。マクハリショップ、マクハリ、Yes。トレジャーファクトリーという雑貨屋さんで、はい。まあ、グッズの詰め合わせのなんかバーってやって、それもまあ500円ぐらい、500円ですね。あって次が480円プラスで、まあ、500円だね。500円だね。わお、これね、もうね、ちょっと見えてるんだけどね、私のこれは推しなんですよ。推しでも推しが少ない気がするんですよ開けてみよう。はい、いきます。トレジャーファクトリーさんでこちらご紹介するのは、 Are you ready?ドキドキで壊れそう、センパーセント、イエーイ。歌のプリンス様マジラブセンパーセントの中で、多分レボリューションズとかもあるのかな、レジェンドスターもあるので、一番くじもあるので、あ、そうだね、そう、ヘブンズとかもいます、カルデットナイトもいますっていうので、めちゃくちゃ入ってます。すげー、これは私の宝です。宝です。でも私の推しは本当にいない気がします。推しはちなみに神宮寺蓮様です。あ、いるんじゃないの。いると思うんだけど少ないんだよね。え、まずこの紹介する前にちょっと見てほしいの、私シャニラやってるんだけどちょっとシャニラやってるんだけど、ちょっと見てほしくて、とりあえず開けようか。ちょっと誰かの時間かかるよね。やっておきます。あ、開けますね。ありがとう。うん、シャニラやってるんだけど、まあ、まあ言うと課金してないとこだから、あのレベルとか全然低いんですけど、あのちょっと見てほしいのが、あ、そうなんですよ。まあもちろんのこと、ここにいるのはちゃんとレン様なんですけど、すいません画面バキバキで、ユニットを見ていただきたいんです。私、おう、ユニット、はい、すべてレン様ですユニットとはユニットすべてレン様です。はい、なのでレン様とのあの、なんていうの、なんていうんだろう、そういうのできるんだね。そうなの、なんかタッチしてって、なんかボルテージみたいなのがマックスになると、なんかタッチした時にお話ししてくれるセリフが増えてくるのよ。こんな感じに。それが私レン様だけを集めてるから、めちゃくちゃ早くてたまるのが、うん、すっごいいろんなこと言ってくれるのも毎日幸せです。あのご視聴ありがとうございましたはい、本体に戻りたいと思います。はい、開けました。ありがとう。でもね、まずこの大きいのからいきます。いや、それはダメ。じゃあちょっとなんか順番があるようなので開けていただきましょうこれはね、あのいっぱい入ってるから。あ、なるほど、あ、そういうことか。そう、あ、本当だ。そうなんです。なので、あの、まあ、見るからに緑がいっぱい入ってるってことは、まあ、ご察しの通りセシルがいっぱいいると思います。ごめんなさい、セシルは結構見かけます、うん、はい、まあ、まず上からいきましょう。はぁ、見つかったね。はぁ、はい、缶バッジ、はい、めっちゃいっぱい。これ全員揃ってんのかな。開け分け、え、これがあるってことは多分ね、このスタンドたちなんですよ、ね、なるほど。そう、任せて。 OK。 あ、やばい、これスターリッシュとカルテットナイト全員揃ってる気がする。あ、ほんとに、れいちゃん、カミュー、れいちゃん、れいちゃん、カミュー様、カミュー、私ね、ストロベリー組が好きなんだよね。ルー様、これナッチ、ナッチャン、ナツキ、ナツキ、あ、ピンピトがよいしょ、はい、ランラン、ランラン、うん、はい、トキヤ、トキヤ、トキヤと、トキヤ、トキヤとは、よし、トキヤ、はい、オートヤ、オートヤ、オトヤン、かわいい。オトヤン。次はアイちゃん。あ、アイちゃんだ。アイちゃん、なんかすんごいふてくされてんな、ほんと。はい、あ、セッシーですね。すげー、ほんとだ。セッシー。
で、しょうちゃん。コンテンツライト、しょうちゃん。と、ラストに、まさ。なんかすごい。犬みたいな顔。ね。すごい。すごい。と、いる。ちゃんといる。ほい。す、た、あ、なるほどね。り、こうか。オッケーオッケー。できた。はい。そして、カルテットライト。一番くじいきました。オッケー。あ、やっぱりな。あ、あの、リラックマとコラボした時がありまして、その時の一番くじです。あの、台紙に対して、缶バッジがめちゃくちゃちっちゃい。セッシーとね、セッシーのリラックマ。うん。かわいい。セッシーかわいいの。かわいい。かわいいの。私、まだ 1000% だった時はセッシー推しだった。まだ猫か人間か曖昧なところ、うん、時はセッシーも推してたんだけど、うん、2期になってなんか思ってるセッシーじゃなくて、あ、そうだったの、あれ違うと思って、私逆2期になってアセシル好きだって思った。本当なんか違ったな。あ、そして2個目です。はい、2個目です。2個目セッシー。はーい。なんか突然踊り出すところが好き。あとそのミューズが呼んでいるっつってみんなが手を取り寄ってくるって回り始めるとこ好き。あれマジどうしたと。もうね、歌プリはね2期からあのキャラ崩壊がすごいので、あのただのアイドルとして見ない方がいい。でもめちゃくちゃ感動するし、内容も深いし、一人一人ちゃんとね、そうなの、いろいろあってね。私ショウさんのお話がめちゃくちゃ好きだった。映画の撮影とかになってみたいな、龍河先生ともやるでしょ。そうそうそう、ね、あれでも熱いよね。じゃあ次いきます。でかでかい缶バッジ、今ゴンチったよ。ヘブンズはちょっとごめんなさいなんですよ。でもヘブンズのダンスはめっちゃかっこいい。あのカルナーよりスターリッシュより一番かっこいい。歌もかっこいい。あ、まあ、歌もみんなかっこいいけど踊りが一番かっこいい。でこれね、シオンとキラ、おテンション、はい、テンションが。私もヘブンズ出てきて、ヘブンズが出てきて、うん、え、人数めっちゃ多くないって思った時の当てられた、はい、あのキャスト陣の豪華さに泣いた。そうだね、豪。でもそのレジェンドスターの前だから3期、うん、だっけ、まあ、ヘブンズが出てくる前最終話ぐらいにヘブンズ最4人しか出てこなかったから、うわまた4人増えるのかと思ったら、いやいやちょっと待って、また人数増えてんじゃないかみたいな。めっちゃ増えて帰ってきたからびっくりして、おお、そんな強くなって帰ってこなくていいからみたいな。どんだけ人数増やすんだよって。そう本当に、もう本当にご勘弁くださいよ。人数増えれば増えるほど追いかける方も大変になってくるからね。これやばいな。おう、とりあえずあのセッシー盛りだくさんです。はい、セッシーの缶バッジかわいい。めっちゃある。ごめんなさい。あ、これあれじゃん、持ってる、これ好き。これのセッシーたちです。これね、全コンポした。うん、なんか友達とアニメイト行って、これなんか劇団シャイニングのやつで分かれてて、うんうんうん、そのあるんだけど、なんかアニメートにボックスで売ってて、最初1個ずつとか買ってたの。かぶってね、すげーって言って調子乗って買ってて全部買ったの結局。そしたら置いてあった在庫全部かぶってなくてフルコンポして、シークレットまで入ってて、すごい、すごい、やばくねってなってフルコンポした。シークレットコンポすげー、すごかった、おめでとうございます。でもうありがとうございます。私のおいしい、ありがとうございます、ありがとうございます。もうこれ5分ぐらいずっと映してもいいかな。ありがとうございます。あ、かっこいい。もうこのね、斜め45度からの角度、そしてこのちょっと耳かけてる感じ、この眉毛のキリッと具合、なのに垂れ目っていう、このエロス、ただのエロス。しかもこの鼻の高さと、この口の口角の上がり方、そして顎の出方、顎から耳にかかるこのフェイスライン、とっても素晴らしいです。ありがとうございます。本
当に好きなの。すごい今めちゃくちゃ伝わった伝わったこの他の面々に比べてのこの細かい細かいポイントのね説明ね、なんなら耳のこの形の、そう軟骨の形もすごい好きみたいな。そう、私あのつむじからの毛流れとか、そうこの毛の生え方とかめっちゃ好きなの。僕ってすごいよね、そこまで見ちゃうもので次つむじの流れまで見るのよ親かよあなたつむじ立てねみたいなあなた丸ねちょっとつむじ左寄りねみたいなあるある次がすごい豪華アクキースタンドアクキー、ほんとすごい。なのになんでお前がいんねん、なんでお前がいんねんおいエイジおいブレてよく見えないです。はい、春内の音屋を闇落ちさせたやつです、うん、全然見えねえじゃん闇落ちさせたやつです。テンションテンション顔が怖いです。お前のせいで音屋は、お前のせいで音屋はスタンドになってきて、わすごいホコリがこんな感じに立てられます。すごいって感じ、ね、あもう信じらんない、こういうことになっちゃうじゃん。あ本当だ、後ろにいて、あ、できるか、今日こういうことになっちゃうじゃん、負けねえぞ負けねえぞ、お前なんかこうだからなっていう遊びができますこれもスタンドなんで、いやマジこれ私、あ、宝やな、もう生きててよかった、ね、ありがとうございます。しかも残り3人、マリツネめっちゃ好きなの私。そうなの、わかる、しおちゃん、しかもあいちゃんこの2人いいよね。そしてなんでレン様いないの？顔顔顔あ回ってます。え、なんでレン様ダメだ、戻ってこれない、この人どうしよう。え、なんでお前がいてレン様がいないのちょっとここにつけてよっかな、もう鼻に通しても痛くないあ、まだあったんだ、あれも、あ、ないんだ、スタンド2つだけなんだ、ね、そうなんだ、じゃあお前いらないあ、ごめんなさい、エイジ好きな方は、あの、どうしようかな、じゃあ、アイちゃんにしようかな。そうだね、素晴らしい、よーし、はい、次いきますよ、ラストこちら、すごい、すごい、これ、これすごい、ラスワンだ、やばい、スペシャルポスターセット、すごいじゃん、それやばい、しかもこれ18枚全員入ってる、全員いる、あのヘブンズも入ってる、すげー、出します。え、いやみんなハーフパンツ履いてるのかと思って、違うよ、切れてるだけだった、出します、はい、スタイリッシュ、ちゃんと書いてあるね、このマサエロい、あーそれはいい、途方に暮れてるこの感じ、エロい、首痛いのはい、次なっちゃん、うん、なっちゃんだね、ちょっと大人な、大人しめのなっちゃん、お前はブレないな、トキヤエロい、この髪のかき上げ具合、頭痛いのかな、頭痛いのかな、どうしよう、ちょっと うまく持ちたい、あ、全部持ってくれるの、いや、できれば持ちたいじゃん、全員は持てなさそうだこの手つき、なんてエロいんでしょう、この彼はウインクしてるしかない、なんか、こうしたらこうやって見てくれる、私がはい、どうぞかっこいい、あ、ごめんなさい、はい、ちょっと止まってしまいました見とれてしまいました、失礼しました。次、しょっちゃん、しょちゃん、かわいいな、顎は怪我したのかな、うん、みんなどっかしら怪我してんのかな胸痛いのかな胸痛いのかな、ちょっと心筋梗塞近いのかお、やっほーしてる、かわいい、セッシー、かわいい、いいね、次からカルテットナイツです。じゃあスタイリッシュがここにドン、うん、は
はい、次れいちゃん、なんか手ちっちゃいね、かわいい、大人だね、いいね、はい、お、次はランラン、かっこいい、ほんと、うん、どう見てもロックだもん、うん、何をどうしたってロックだもんね、もうロック、ロック、お前ももうロックって言っとけばいいんだよみたいな。かわいいじゃん、かわいい、とんとん、美しい、よし、かわいい、美しい、私そのレンカミュが好きなんですよ、なぜか知らないけど二次元は挑発好きになるっていうね。あ、そうなんだ。そう、なんか知んないけど挑発のアイドルが好きになっちゃう。逆だな、挑発苦手なんだよね。なんか好きになったらみんな挑発だった。あ、ほんとに。そう、なんかね、生理的に受け付けないところがある。へー、しかもその挑発さんたち髪結んだ時がやばい。あー、そう、そのギャップ、しかもその髪結んでる時は本気モードっていう、そういう設定があるとさらに、うん、いや、ていうかいつも見せね、うなじうなじ、あ、ありがとうございます、ごちそうさまです、ありがとうございますってなって、はい、これがセヘブンズでーす。雑雑雑、ダメ、出してあげよう、はい、はい、闇落ちさせたやつでーす、音闇落ちさせたやつでーす、はい、許しません、はーい、はーい、ちょっとなんか浮いてる人でーす、はーい、はーい、ありがとうございます、雑、はい、なぎちゃんね、あざといね、かわいいね、僕が一番だね、うん、かわいいよ、はーい、はーい、あ、でもね、好きよ、歌う前、この子、翼が生えるからねはい、どうぞはい、はい、鎖野郎です、関西弁の鎖野郎です、蓮様にかなうはずありません、はい、どうもありがとうございました、あなちゃんが怖いですはい、次、はい、はい、こいつね、はい、しょうちゃんに勝てるわけないでしょ、はい、ありがとうございましたはい、次、あー、あー、まあ、うん、まあ、許す、ちょっとガヤは黙っときますね、はい、はい、すっげー幸せやな、この机、これはすごい、ちょっと待って、大丈夫か、大丈夫だ、大丈夫だ、これすごい、今ここテーブルが大変、こんな感じ、すごい、これはすごいわ、いや、これは一枚一枚ファイルに入れて部屋に飾りたいところですね、綺麗にラミネートして、うんうんうん、この壁とかにバーって綺麗に飾ったら最高だね、最高だね、こう、まあ、ごめんなさい、ヘブンズ好きな方ごめんなさい、私はもうちょっと、まあ、嫌いじゃないよ、歌もかっこいいし踊りも一番この中で一番かっこいいんだけど、でもヘブンズが来た頃に来たからによってちょっとこの人たちの存在が薄くなってしまったっていうのがちょっと悔しくて、それがね、ちょっと私もあるっていうのと、音よをやめ落ちさせたこいつが本当に気に食わなくてなんか素晴らしいとかって言ってるこいつの脳内がもう本当に考えられなくて、まあ、ちゃんとねストーリーもしっかりしてるし、あのちゃんとキャラもね設定しっかりしてあるんで、まあ、よろしいとは思うんですけども、あの本当に私はこのカルテッドナイトとスターリッシュのそのもうこの上下関係でもその頑張ってその先輩を超えようとするやつね、あの関係をずっと見てたかったんです、どうして出てきたみたいな、ちょっとそういうところあるんですけども、でもあの大丈夫です、好きです、ごめんなさい、はい、はいはい私はもう今日は彼と一緒に寝ようと思いますカパチもあるでしょ、どこ行ったけど、あるよ、ここに、この下に、私には分かる、すごいな呼んでる、いや、もうトレンチコートが似合う男ですよ、はい、そのコーディネートのこの着こなし方、シンプルなのにもう色が合う、分かる、このオレンジ色の髪の毛にまだ語っていい、うん、いい、どうぞ、でもダメだ、もう20分になっちゃう、はい、以上あの歌のプリンス様でした、はい、ごめんなさい、すごい私の偏見がたくさん入ってると思うんですけども、はい、あの私のこと嫌いでも歌プリンのこと嫌いならなく卒業するのかなすいません、はい、今日あの一緒に動画を撮影をしていて、これほどアナちゃんが怖いと感じたことはない回でしたありがとうございました、はい、バイバーイ、ガイアは黙ってますチェイ、かっこいい、
までご視聴ありがとうございました。いただいているコメントなどすべて読ませていただいております。これからも、励みにしたいと思いますので、どしどしコメントいただけたらと思います。そしてよろしければチャンネル登録お願いいたします。ではでは、また今後もご視聴お願いいたします。たからでした。